おはモーニング。平日太陽が絶好調の時間から中華食堂日高屋でつまみメニューを眺めている坂村です。右見ても酒飲んでるおじさん、左見ても酒飲んでるおじさん、でも私は精神的に今日は胃が痛いので体健やかちゃしてます。ウキー。日高屋で7年ぶりに温玉旨辛ラーメンが復活しましたね。サイズでも生ハムとかチーズが復活したらしいじゃないですか。復活祭ブーム到来ならマックのクォーターパウンダーも復活しないかな。サイズの次に日高屋のあちこちに飾られている温玉旨辛ラーメンいくらみたいに書かれたチラシがフレームに入ってる、あの絵画を眺める何も考えなくていい時間好きですね。みんな知ってた？日高屋は実質美術館なんだよ。健康で文化的な最低限度の生活とはまさでここで過ごす時間のこと。ニンニク、野菜、油マシマシみたいなノリでラギお茶セットでお願いしますって言いたくなっちゃうけど、いつもは汁そば派。しかし初めて居酒屋を追い出された心の傷口がビールでも塞がりそうにないので、弱気な半ラーメンズルポズルポしてます。体健やかちゃってますが、餃子食べたらさすがに我慢できずレモンサワーでアルコール消毒しちゃいました。焼酎割りではなくウォッカ割りなので結構アルコール度数高めです。しばらく遠征していた関西には日高屋がなかったので実家に帰ってきた気持ち。栃木、宇都宮に続く第二の故郷も名物は餃子です。一人飲みしていたら居酒屋を追い出されて胃腸山根くんになってしまった話するんだけど、映像が何もなくてこのままだと猫映し続けることになっちゃうから、人生で一番豚足が美味しくて感動した大阪の角屋っていう居酒屋で残した記録を上映します。西塗りばかり言ってるからこれは食べておけみたいな大阪のお店あまり知らなかったんだけど、マリナちゃんの結婚式の撮影帰りにバズレシピパイセンとはしご酒した時に教えてもらいました。ここすごくて昼からほぼ満席。念願の角屋に来ました。すいませんって声かけただけで瓶ビールが提供されるの一心伝心。すいませんのすいくらいで瓶ビールがスッと出てきて、ませんのところで豚足がドンと出てくる。提供スピードがボルト級だからギネス認定されてもおかしくない。もう心読まれちゃってるわけだからいい意味で気を使わなくていいの。最初から置いてある味噌っぽいタレに豚足をつけてパクリ。おしー。豚足って油重めかなって懸念していたけど、思った以上にプロロンしていてめちゃくちゃ食べやすい。チャーシューのいいところだけを抽出したような美味しさ。この油なら参る。味噌ダレをつけることで甘さと塩分がぶつかり合い、食べる手が止まらない。永遠に終わらないデュース。あ、豚足で思い出したんだけど、学校の授業で骨格標本作ろうっていう実験があったのね。で、そこで豚足が用意されていて、作り方としては肉を煮て柔らかくして骨から綺麗に外すと骨格標本ができますよっていう説明があったので、机には結構大きい寸胴鍋と湯切りのラーメンとかをね、こう湯切るザルが用意されていて、まずは豚足を茹でてお肉柔らかくしていくよって先生に言われて、はいって茹でてたのね。次に醤油とみりんを入れてくださいって結構細かくね、何ミリリットルみたいな感じでこう指定されていて、骨格標本って結構美味しそうな授業なんだなと思いながら、美味しそうな豚足が完成したのよ。で、この豚足ってもしかしたら食べれるのかなってワクワク思っていたら、確認するから先生に一旦提出してって言われてこう渡したのね。そしたらここにはこういう神経があってねって説明しながら、先生がおもむろにそこを食べていくんですよ。食べて、あ、ここがね、軟骨ね、むしゃむしゃみたいな。で、残ったのは本当にもうね、油臭くなった骨だけだったの。懐かしいな。みんなもこの授業あった？で、この豚足のね、授業の次は手羽先バージョンでした。そんな話は置いておいて、でね、先日ちょっと一杯飲みたくて入ったこともない居酒屋にインしたの。ヨボヨボの仙人みたいなおじいちゃんが日本酒飲んでるだけで、店内静かだったからオードリーのオールナイトニッポン聞きながら枝豆と厚揚げ豆腐頼んで、しっぽりハイボールを端っこの席で飲んでいたのよ。で、3杯目くらいでお手洗い借りようとしたら、もうハビ教官の地獄絵図で、まだまだ暴行そんなもんじゃないだろうって撤退したんだけど、もうその後にね、店員さんがスッて清掃に入って、もう入った瞬間にバッて出てきて、もうすっごい剣幕で仙人のおじいちゃん通り抜けてまっすぐこっち向かってきたの。二言も日本語で、帰ってこれませんかって言われて、違う、私はただの市民ですって無実をね、潔白しようとしたけど、もう吊るされちゃって、お金はいいから帰ってって謎に持っていたトイレットペーパーをね、一ロール渡されて追い出されました。違うんだけど、ここで、ね、違うとか説明するも気力もなくて、そんな強い言葉に負けてしまってね。多分鮭、タラコ、スジコとかだったら、ちょっと戦えたかもしれないんですけども、強すぎて言葉が、実質無料でトイレットペーパーまでもらえてしまったな、みたいなポジティブな感じで書いてたんだけど、汚名を着せられたショックで、もう夜しか眠れませんでした。ちょっと待って、豚足どころか千枚まで人生で一番に出会ってしまったかもしれない。ニンニクたっぷりのごま油が最高なのはもちろん、ぽってりで全く臭みがない。一見雑巾みたいなホルモンが私の心の汚れを全て拭き取ってくれる。
家帰って、あ、そういえば私トイレ行きたかったなと思ってトイレ行ったんですよ。そしたらもうトイレットペーパーがもう全部切れていて、ストックも。で、捨ててなかった芯が10本だけ並んでいる状態で、あ、もしかしたらトイレットペーパーを渡すことで、私の窮地を救うために何度もこの世界を、あの店員さんを繰り返して言ってくれたのかもしれないなって、思うことにしました。子供の頃は怒られてもすぐ治ったのに、大人になってから怒られることってあまりないから、心の傷口がなかなか塞がらないよね。私は昔から意外と誰も気にしてないんだろうけど、あの人呼び出されてる、怒られてるなって、周囲からのナイフのような視線がね、一番辛い。なんだかよくわからない一級酒で傷口巻き論していきます。久保田っぽさを感じる。どういう違いがあるんだろうと二級酒も頼んでみたけど、二級の方がもっと飲みやすく水っぽい。日本酒らしさはこっちの方が薄いかも。くだらないことなんだけど、その時の自分にとっては死にたくなるような出来事。話せば笑い話になるんだけど、意外とこの年になると、もう私の場合はこの年にならなくてもなんですけど、どうでもいい話をアポなしに連絡できる相手って少ないんですよ。だってもう3日間、LINE も何もかも通知が来ないことってありますからね。だからこんな話をそっと聞いてくれるみんなのことが大好きです。串物のお肉は塩をつけるとちょうどいい味付けになって、うまさ爆発。正直居酒屋の串物ってどこも同じように感じてしまうことが多いんだけど、この肉はしっかり分厚くて焼肉を食べているみたい。悲しみは全部スープの中に溶かそうと思います。これは絶対飲んでおくべきスープらしい。ゴクゴクっと、おしい。これはマジでうまい。天国みたいな味。猛烈にうまくて一気に飲み干すところだった。一蘭と天一のスープのいいとこ取りした究極の一杯。本まで一緒に溶きました。くたくた、ごちそうさまでした。後日、居酒屋おめえ追い出し事件はね、ハイボールとかストゼロとかビールとかいろんなお酒たちが私の心の傷を埋めてくれて、ちょっとずつリハビリしてます。今日も4軒くらい居酒屋行きましたね。まあ出禁ではないけども、実質もう行けないから出禁みたいな感じじゃないですか。だから結構みんなもそういう場所あるのかなと思って、坂村一家プラスアルファこう集まった時にみんなあるって聞いたら全員あったんですよね。インモは足を怪我しちゃっていた時期が学生の頃あったみたいで、あまりねこう人前で目立つタイプじゃないから、こう階段登る時とかもちょっと誰かに助けてくださいみたいな言う勇気もなかったみたいで、ちょっと階段登れないなみたいなことがあったみたい で、ふと横を見たら銀色の人が乗れそうなね、あっからさまに人が乗る用のエレベーターじゃないんだけど、銀色のエレベーターみたいな入り口があったみたいで、これしかないと思ったみたいなんですよね。で、何かっていうと、給食ってこうワゴン制だったじゃないですか。そのワゴンを運ぶ専用のエレベーター、かっこ給食室直通みたいな、なんかそういう感じのエレベーターだったみたいで、乗ったみたいなんですよ。で、あ、動く動くみたいな。だぜーと思ってたら、ウィーンって開いたら給食のおばちゃんがいて、でちょっとそこで怒られちゃったみたいで、まさかその足痛くて給食のエレベーター乗ると思わないじゃないですか。給食を盗もうとしたんじゃないかみたいな勘違いがされちゃって、それ以降給食室に出禁になったって言ってました。お願い。まあそんなところで皆さんにも禁じられている場所とかってやっぱあるんですかね。あったらぜひ教えてください。じゃあおしまい。本日もご視聴ありがとうございました。皆さんも豚足から骨格標本作る授業って受けましたか？豚足じゃなくて手羽先でもいいんですけど、あの授業も強烈で忘れられない思い出になってますね。私だって食べたかったよ。まあ今こうして人生で一番美味しい豚足を味わえているので、それはそれで OK です。ほんにゃ、バイバイ。